アッシリア地方の地図。ニムルドは、地図右側の、脚風と書かれた場所ニムルドは、現在のイラク北部、ニーナワー県にある、古代アッシリアの重要な高校遺跡。ニネビ遺跡の南方、現代の都市モースルより、南東 30km にありチグリス川に面している。遺跡の範囲は41平方 km に及ぶ。アッシリアの時代には、カルフと呼ばれる都市であり、一時は、 アッシリア帝国の首都でもあった。後のアラブ人は、都市の遺跡をカリュードの英雄であり、アッシリア地方の強力な王であったニムルドにちなみ、ニムルドと呼んだ。ニムルドは、旧約聖書に登場する都市カラフの場所と同定されている。ニムルドから出土した門番となる人東遊翼獣ラマッスの像、メトロポリタン美術館像チグリスガーに面したカルフの、との範囲。 宮殿や神殿が崩れて丘かとなったテルに群れど、遺跡は、都市南西部に、兵器庫などが丘かとなったテルアザル遺跡は、都市南東部を占めていた、紀元前13世紀のアッシリア王、シャルマネセル一世は、当時の首都アッシュールから北に離れたカルフに、第二王宮を築き、以後千年ほどの期間にわたってカルフは、都市として存続した。カルフの繁栄と名声が絶頂にあったのは、 紀元前9世紀、アッシュール・ナチルパル2世がととしていた時代であり、彼は初期の都市の廃墟の上に巨大な宮殿や神殿を建設した。この宮殿の遺跡は現存している数少ないアッシリアの宮殿遺跡であり、他にはセンナケリブが築いたニネベの宮殿遺跡しか見つかっていない。紀元前879年に行われた盛大な落成式や園の様子は、 考古学調査の途中に発掘された石碑に刻まれている。アッシュールナチルパル2世の都には数万人の人々が暮らした。市内には珍しい動植物を集めた植物園や動物園も開かれていた。その息子シャルマネセル3世は大ジックラと神殿シャルマネセルトリデと呼ばれる要塞などを建設した。カルフは 紀元前710年頃までアッシリアの首都であった。その後サルゴン2世がドゥルシャルキミエ、ついで、センナケリブがニネベへ戦都したためカルフは、都ではなくなったが、ナオ大都市であり、王の宮殿のある都市であった。紀元前612年に、ニネベがシンバビロニアやメディア王国により陥落した時期、カルフも破壊されたとみられる。ニムルドという遺跡名は、ドイツの探検家。 カルステンニー・ブールが1766年3月にモースルに滞在していた時の記録に初めて登場する。アッシュル・ナチルパル2世の宮殿から出土した浮き彫り、大英博物館像を紀元前883年から紀元前859年にかけてアッシリアを収めたアッシュル・ナチルパル2世はカルフに新たな宮殿や首都としての機能を追加した。 数千数万の人々が足と大宮殿を囲む8キロメートルの長さの城壁建設に従事した。石灰岩に刻まれた石碑が遺跡の各地から出土しており、そこから彼の知性や宮殿、征服事業についての多くがわかる。その中には次のような文章の刻まれたものもある。我が王の住まいと我が書のすべての時の喜びのためのヒマラヤ杉、糸杉、根ズ、ツげクは ピスタジオ、タマリスクでできた宮殿、私はここに気づく。白い石灰岩やアラバスターでできた山や海の獣たち、私はそれらを作り物に置く。また碑文には宮殿に蓄えられた戦利品、略奪品の数々のことも書かれている。銀、金、鉛、銅と鉄、私の支配のもとに置いた土地から私の手にした戦利品、私は多くのものを得て、ここに収める。 その他、制服を祝う祝宴などのことも刻まれている。しかし彼の行為は多くの場所で恐れられた。私は捕虜を奪いその多くを火の中で燃やした。生かしておいたもののうちいくらかは手首を切り落とさせた。残りのものからは鼻、耳、指を切り落とさせた。兵士たちの多くから私は目を取った。彼らの若者、娘、子供らを焼いて殺した。 別の都市の制服にあたっての祝宴について彼は、非分にこう書く。反抗した貴人たちの皮膚を、私は歯に、彼らの皮膚を広げて積み上げた。こうした恐怖を与える戦術や宣伝は、各地の制服にあたり有利に働いた。紀元前877年にはついに地中海まで、進軍し、その後このように布告している。私は武器を深海で清め、神々に羊を備えた。 工場兵器で都市を攻撃するアッシリア人、北西宮殿より出土アッシュールナチルパル2世のムスコシャルマネセル3世もカルフを首都とし、35年間の知性のうち31年をアッシリア拡大のための戦争で過ごした。シリアパレスチナの国家連合とオロンテス川河藩で戦った後、このように不意調する秘文を残した。私はたちのうち1万4人を剣で、 切り殺した。あだどのように、私は彼らの上に、破壊の雨を降り注がせた。私は彼らの死骸を広くばらまき、荒野を覆い尽くさせた。武器で、私は、地の流れを谷間に流れさせた。彼らの死骸が倒れるには、平野はあまりに狭すぎた。広い地方に、彼らの死骸を埋めさせた。彼らの死骸を端にして私は、アラントを渡った。 シャルマネセル三世は、カルフに、父の宮殿より、大きな宮殿を築かせている。大きさは2倍で、面積は12エーカーあり、部屋数は200を超えていた。しかし、紀元前828年、息子アッシュールダイン・アピールが反乱を起こし、ニヌベやアッシュールも含む27の都市が反乱に加わった。シャルマネセル三世は、カルフを、過労うじて下にとどまり、反乱は、 シャルマネセル3世の死後の紀元前821年まで続いた。オースティン・ヘンリー・レアードによるニムロド遺跡の創造図シャルマネセル3世の黒色オーベリスク大英博物館像ニムロド遺跡の最初の発掘は1845年から1851年にかけてイギリスの考古学者外交官オースティン・ヘンリー・レアードにより行われ巨大な宮殿跡や石像。 アラバスターや石灰岩の石碑、造毛の彫刻などが発見された。彼は出土物からこの遺跡を旧約聖書で名前はよく知られていたニネベ氏の市街地区だと考えた。カルフの初期の石碑ではこの町のことをニネベとも呼んでおり、よく言われているようにレアードがニムルドをニネベと誤って推定したと考えるのは正しくない。彼の書籍、ニネベとその遺跡及び ニネベの記念碑は、ニムルド遺跡について書いたものである。続いて、レアドの助手であった、モースル生まれのアッシリア人、ホルムズ・ドラッサムによる、発掘、イギリスの地質学者、考古学者、ウィリアム・ロフタスによる、発掘、イギリスのアッシリア学者、ジョージ・スミスによる、発掘、イギリスの考古学者、マックス・マローワンによる発掘が行われた。その後、デイビット・オーツ、 ジュリアン・ウォーチャード、イラク考古学総局、ヤノシュ・ミューシャンスキー、ポロフィリーナ、ジョン・カーティスによる発掘が続いており、設計文字による文書が発見されている。発掘により、バスレリーフ、像下の彫刻などが数多く見つかった。中でも、アッシュール・ナチルパル2世の像は、非常に良い保存状態で見つかった。また、宮殿の入り口に2体1組で置かれた。 10トン前後から30トン前後の巨大な人頭遊浴獣も多数発見された。アッシュール・ナチルパル2世が残した宮殿の石碑に書かれた碑文は彼と彼の知性に関する詳細をよく伝えており、この時代の他の君主らについて知られている以上のことが彼に関してはわかっている。ニンウル・タガミやエンリル神の神殿、初期と芸術の神、ナブーに捧げられた建物、 大規模な要塞なども発見された。アッシュール・ナチルパル2世の宮殿、シャルマネセル3世の宮殿、ティグラトピレセル3世の宮殿も同定されている。シャルマネセル3世の黒色オベリスクは1846年にレアードにより発見された。この有名な記念碑は高さが197.85センチメートル近くあり、紀元前859年から、 紀元前824年にかけての成功に終わった遠征を記念したものである。頂上部分はジックラとのような形状をしており、浮き彫りのうち一面には酒落ちに注いで彼個人の神を祀るシャルマネセル三世の前でイスラエル王イエフに率いられたイスラエル人の集団がひれ伏している様子が彫られている。設計文字でおむりの息子イエフと書かれ、金、銀、鉛。 矢などの貢ぎ物の詳細も書かれている。10組近い数の人頭有翼獣を発見したヘンリー・レアードは、その中から10ショートトンの重さの像2組を1847年にロンドンに持ち帰っている。特製の橋気や特製の荷車を用意させ、運送28ヶ月もの期間をかけた苦闘の後、彼はようやく大英博物館の館内への搬入に成功した。 30ショートトンの重さがある像は、ポール・エミール・ボッタが、コルサバードからパリへ1853年に、搬送した。1928年には、エドワード・チエラが40ショートトンの巨像をシカゴへ、搬送している。ニムルドから発見され、現地に置かれている遺物は、イラクの過酷な気候にさらされて、危機的な状況にある。現地には遺物を保護する建物がなく、 石碑などは風雨により侵食を受けている。2014年半ばに北、イラクを占領したイスラム過激派組織のアイッセルは2015年初頭、この地に残るイスラム教以前の遺跡や偶像をすべて破壊するという意図をメディアに明らかにし始めた。すでにモースルでは図書館の写本や書籍は燃やされ、預言者、ヨナのモスクなどが破壊されていた。 2015年3月5日、イラク政府はアイスセルが重機でニムルド遺跡を破壊し始めたと発表した。2015年4月11日、アイスセルは遺跡を爆破する映像を公開した。地上の遺構は完全に破壊されたとみられる。国際連合教育科学文化機関の事務局長、イリナボコバはアイスセルがニムルドにブルドーザーを投入して、 以降を破壊し始めたことについて、文化遺産の意図的な破壊は、戦争犯罪の構成要件となると述べている。レバノンのシリア同盟の代表である、ハビブ・アフラムは、ニムルド遺跡破壊について、モンゴル帝国による中東の破壊を彷彿とさせる ISIS IS は、村や教会を破壊して、我々の現在や未来を破壊するだけでなく、我々の文化や過去まで破壊しようとすると述べている。 2016年11月の航空写真では、銃器により組織的にジックラトが破壊され地鳴らし、されている様子が撮られられている。2016年11月13日、イラク軍は遺跡をアイセルから脱回した。統合作戦本部は、遺跡の上にイラク国旗が掲げられ、遺跡の縁にあるアッシリア人の村のマニアを確保したと述べている。脱回した時点でのニムルドは、 地中から発掘された遺構の90%が完全に破壊されていた。大きな構造物は全て損傷を受けており、ジックラとは崩されて平らにならされ、アッシュル・バニパル2世の宮殿のうち残ったのは、半壊した壁がいくつかのみであった。門を守るラマス像は粉砕されて破片が一体にばらまかれていた。アイスセルからの脱回後、イラク軍は、 雑草が生える野原となった遺跡を警備している。ありがとうございます。